はい今回は有名な童話の隠された意表を突く裏話、こちらについて考えてお伝えしていきます今回もよろししくお願いいたします。 今回の内容はですね、まあ、リスナー様がほとんどご存知でいらっしゃる、えー、まあ童話とかあまあ物語とかあ、ねそ、そういったまあ話のまさかそこに裏側があったのかというね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、3つかな、3つちょっと考えていこうと思います。えー、前からちょっと僕関心を持っていて調べていたんですが、まあ、おそらくこういったことなんじゃないかと、まあ、うまくお伝ええー、まあできそうなんで、えー、まあ頑張ってお伝えしていきます。えー、まあ童話とかあまあ、ね、おとかおぎ話の裏 裏側があるっていうねまあ、そういった話ですまあ、そもそもまあこのまあた類いっていうかジャンルにしては何かっていう話なんですがまあ、おとぎ話とは何かっていう話なんですねでそれだけではなくそこに裏は裏側があるっていう話なんですよ。でおとぎ話っていえばあ何と定義しているのか分かりませんがさまざ、あ、まなファンタジーとかそういったものがあり、えー、ね、えー、あの終わりの結論はですね ハッピーエンドで終わるっていう感じですが、これってのはあくまで子供向けの話なんですよ。僕たち大人はですね、全く違うことを考える必要があると思いますし、むしろですね、こういうことをま考えないかもしれないんですが、今回にまあそういうことを考えていければと思うんですね。 うん、でこのおとぎ話っていうとなんかそのねハッピーエンドとかファンタジーとかって言いますが全然違う、えー、結構黒い、えーまあ、そういった闇の要素を含むそういった話なんですよ。でどこが、まあ、どうなのかっていう話なんで結構いくつもあるんですけど、まあ、その中からあの分かりそうな、えー、ものを3つですね、えー、まあこういったことなんじゃないかと。 お伝えしていきます一つ目が白雪姫2つ目が赤ずきんちゃん3つ目がピーターパンこのどれも多分聞いたことあると思うんでまあその要点っていうかところからね考えていきますまず白雪姫から考えていきますがこの話のもうストーリー設計そのものがおかしいんですねママ母なわけですよまあそのママ母に関する内容ですよねまあ りんごとかママ、まあ、母との、まあ、関係とか、まあ、そういった話じゃないですか。<laughs> でこのねええー 白雪姫っていうまあ主人公はですね、えー、まあよく言われるわけですよね、えー、まあ、肌が白いとか、まあ、唇が赤いとか、えー、髪の毛が黒いとかあまあそういったまあ素敵な女性である、えー、っていうことなんですがあそのお,お母さんが亡くなってその後とママ母になると、ね、でこのママ母になることによって運命が変わるっていうそれのまずねそこがちょっとまあどうなのっていうことを思うんですよでこっからその話がどう どんどん行くんですがママ母ってまあ性格悪いっていうかまあ何ていうか陰湿っていうかねそういった人間であるとでママ母はですね自分のそのルックスにまあこだわるまあ魔法使いであるとで鏡を鏡とかって言うわけじゃないですかであの白雪姫がねこの世で一番美しいと知るとですね丸そうとするってかなりおかしいじゃないですかだってよく,よく考えてママ母が娘を丸そうとする時点でかなりもうね ファンタジーのの要素1ミリもななないいんんじゃないのかなと思うんですけどで今度ね、えー、その丸、ま、そうとしたことが失敗して白雪姫は7人の小人と森の中で暮らすとかっていうまあその2分に話が流れていくんですがそこで今度ママ母がね、えー、まあその毒リンゴを食べさせるで眠りにつくとかっていうじゃないですか。でえー 王子様の魔法で、えー、まあそれでで、えー、目がが覚ましてもう意味が分からないですよね僕あの、<laughs> まあ子供じゃないですけど、あのちょっと意味がわからないなと思ってね。うん、だから、こういう裏側の全くものを隠してるんで、えー、何かあね、えー、ファンタジーとか言うかもしれないけど、別にファンタジーでも何でもなくわけわからないですよ、普通に。だって、まず、ママ母が義理の娘を丸そうとするっておかしいでしょ。でこれ、いろいろおかしいことがあるってことからも分かってるんですよで。しかもね、えー、あの、 ママ母が娘をドッグリンゴでマルスとかもうわけわかんないじゃないですか。<coughs> ま、マルスであればねそのナイフとかそういったものかなと思うけどなぜかこうね何でしょうね子供向きなのか何だか知りませんけど非常にあの恐ろしいものだと思うんですよ。ファンタジーではなくね僕はクレイジーだと思うんでこの白雪姫って話ま話、あ、好きな方いたらあ申し訳ないんですが、まああのまあ、人それぞれ解釈が変わるっていうことなんですが。 これ何を伝えようかして何をこれ伝えようとしてるのか意味がわからないんですよ。本当の愛が大切とかねそんなことじゃないと思うんですけどうんまあファンタジーではなくクレイジーの話だと思いますねうんまあ全くまとまらなかったかもしれないですけどまあ白雪姫こういうまあ違和感を持ちますよねっていうまあそんな話でした。 で今度2つ目なんですが赤ずきんちゃんというねこの有名な話ですねど、ま、童話なのか物語なのか、えー、もう何なのか何なのかすらわからないっていうねおとぎ話なのか訳、えー、わけからないですが赤ずきんちゃんについて考えていこうと思います赤ずきんちゃんというのは、ま、こちらも有名な話なのでご存知の方が多くいらっしゃると思いますがま暗い森の中を歩いてね、えー、まあ,あの赤ずきんちゃんがおばあちゃんの家に行くっていう間でオオカミに、えー、後をつけられるっていう時点で ね非常にこれってのも恐怖じゃないですか。オオカミがこっそり人のね後をつけて、えー、こう行くっていうのはね、えー、こうなんかあのまるとかそういったものを匂う,うそういったものをイメージさせるそういった恐怖があるそういったまず物語なんでこの時点でファンタジーでもどこでもないと思うんですけどね。であのオオカミが赤ずきんちゃんとおばあちゃんを、えー、まあ,あ両方食べる ということなんですけど、もうなんかに <laughs> 意味がわからないですよね。まあ僕にとってはあんまりこれ意味がわからないんで、でこれ。 あ,のある説を唱えてた人がいて、まあ、そうだなと思うんですがも、まあ、しもそういう、えーまあ、くだりにするんであれば、まあまあ、子供がねちょっとあ,のあれかなと思うんですがその木こりが、えー、赤ずきんちゃんとおばあちゃんをた食べたんならね、えー、木こりが斧か,か何かでねその狼を仕切ってで赤ずきんちゃんとおばあちゃんを解放したらどうかとかって言ってたんですがこれも伝えたい話が趣旨がわからないんですよ。 知らない人と話をしてはいけないということを伝えたい趣旨なのか知りませんけど、ファンタジーでも何でもない、現実じゃないですか、普通に。だから、こういうものっていうのがちょっとはっきり言って意味がわからないんですね、うん、本当に、えーまあこの。こういったものなのか裏に、えー、何かあるのかもしれないしね、何、えー、だかわからないんですが、全く、えーねえー、ファンタジーでも何でもなく、まあ、単純に恐ろしいっていうね、えーまあ、クレイジーな話だと思います。ただ、そういったものが、 世の中では、は <laughs> 人気がある、うん、っていうようよよなな話なんですよです、えー、3つ目がですね <laughs> ピーターマ、ピーターパンっていうね、これ有名な、これもなんか童話なのか、まあ、何なのか、何なのかすら僕はわからないんですが、えー、大人にならない少年とかね、えーピーター、ピーターパン症候群とかなんか言いますけど、全く意味がわからないんですよ。<laughs> で、<laughs> この、 ピーターパンの話にはですね、えー、謎があるということがまあ言われており、これっていうのは多分ほとんどあのー、分からない。でご存知っていうか、お考えになった方いらっしゃるかもしれないんですが、何かっていうと、このピーターパンという物語に出てくる登場人物の人間関係が非常に謎なんですね。そういったことには全く触れないんですよ。うん、何かっていうと、ピーターパンとフック船長のこの人間関係が、えー、非常に、えー、謎なんですね。うん、まああのー よくね、えー、そのお酒を飲む、えー、その男とそのピーター・パンという若い少年っていうよ、えーえーえー、うなことで <laughs>。 あのこのフック船長っていうのもねまあ僕もそんなにこのピーターパンを覚えてないからわけわかんないですけどフック船長っていうのも、えー、ピーターパンを丸そうとしたりとかピーターさんをピーターパンを生かそうとしたりとかわがわかんないじゃないですかこの時点でどこにおとぎ要素のお,おとぎ話の要素があるのか理解不能ですよね僕本当にこれマジで理解不能だと思ってるんですよで今度あの ピーター・パンとウェンディっていうのの、まあ、この関係っていうのもこれも指摘されておりまして、えー、ロンドンに、えー、ロンドンを離れてからあそのねえ行く最中にこのウェンディは、えー、まあ一人の女性ということで、えー、その女性のね、えーこの 成長その,そ,のその姿を描かれてていいるっていうことなんですよでこのーピーターパンは何かっていうとですね、えー、この友達がどうのこうのっていうよりもこのウェンディーっていう女性と、えーまあ、この男女関係を示唆するだからこういったものがおとぎ話で出てくること自体わけがわからないんですよ。 で今度ですね、このウェンディという女性は、ピーター・パンに対して恋愛対象として見るんですが、ピーター・パンは今度、ウェンディのことを母親のようにして見るっていうことなんですよ。わかかかんなないいじゃないですここれだからこの ピーターパンって、このおとぎ要素の、おとぎ話の要素がどこにあるのか僕にはわからないんですよ。こういうことをうまーく包み込んでですね、何かファンタジーとかって言ってるんですが、わけ分かりませんからね。うん、ピーターパン症候群だとかって言ってる人いますけど、そういう人たちもおそらくこういったこと全くわからないと思うんですよ。だから、あのこの有名なね、えー、童話っていうのは、えー、語られるんですが、実は全く意表をつく裏話が考えられるんですよ。 で、えーまあ、今回は一応ですね、うまくまとまらなかったんですが、この3つですね、えー、お伝えしてみました。まあ、リスナー様、こういった話に関心を持たれる方いらっしゃるかもしれないですが、このピーターパンっていうのも謎が多い、赤ずきんちゃんも謎が多い。うん えね、白雪姫も謎が多いおとぎ話という名の謎ばっかりで、えー、実はそこにはかなりの裏話があるんではないかと、まあ、そのようなことを考えてお伝えさせていただきました、えー、もしもですね、えー、一つでも役に立っていただくあるいはですね何かお気づきになっていただくことがあれば何よりですということで今回はここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします